堺井久保。坂井久保は、大英7年、1527年から京六5年、1532年にかけての足利義綱に対する故障である。堺大樹とも呼ばれた、大樹は、将軍の意。義綱は、この時期泉国境にあって、伊母兄の将軍、足利義晴と大樹した。堺井久保の武行人はほとんど幕府同様に文章を、発給していたことから、 その体制を、堺幕府と呼ぶ研究者もいる。永正五年、1508年以来曲がりなりにも、室町幕府を担ってきた官僚、細川高国の陣営に内紛が起こり、それをきっかけに長らく、阿波国に筆足していた、対立陣営の吉綱、細川春元、三好元ながらが堺に出し、そこを拠点に、将軍、細川官僚が、 慶長や家督の座や機内の支配を目指した。その活動期間中、将軍吉原はほぼ、大見国内に亡命しており、合衆大寿などと呼ばれていい。巻き返しを図って奔走した高国は協六四年、1531年に敗れて、大物崩れ自害したが、堺久保側は、間もなく、内交をはじめ、将軍への接近を試みる細川晴元が、三好元町を滅ぼすと、 義綱も、阿波へ没落し、その活動に幕が下ろされた。明王の政変以降、足利将軍家は、将軍と、その対抗者の両流に分かれたが、栄上の作乱、当時院の戦いと時に立場を入れ替え、やはり分裂していた慶長矢の一方とそれぞれが、結びつきながら、相国を繰り返した。堺井久望と幕府の両陣営が覇権を争って、拮抗したのも、 その流れの末に生じた事態であった。この時の堺久保陣営は、幕府並みの体制を敷いて、機内を勢力範囲に収め、しかも幕府側の中核であった、細川高国を倒しながら、幕府、吉原政権にとって変わる前に、あっけなく自戒したのであった。大英六年、1526年7月、細川高国は、重廷の細川院権の残言を入れ、 有力機関の高材元森を休問して自害に至らしめた。これが堺久保を軸とした騒乱の契機となる。元森の兄弟である旗の種道、柳本賢治は事件の真相を知ると四国阿波の細川氏、三好氏と密かに通じ10月に半期を翻した。広告軍は丹波国の八条城,城、上尾山城に両者を包囲したが、守護大。 大東国さだらが離反したため退却。三好勝長が三好正ながら四国勢の先見軍が十二月に境に上陸して摂津国決軍の中島を占領し、柳本軍も大英年7年、百二十七年に入って摂津の諸城を攻略した。二月、広国軍は落成桂川原の戦いにおいて柳本、三好連合軍に敗れ、将軍、 足利義春は放じて、大江の坂本に逃れた。また方向州、武行人ら幕臣も退居して、将軍の後を追い、旗の柳本兄弟が空白地帯となった京都に、進駐した。これに遡る栄昇十七年、1 5 2十年にも、阿波の細川澄本、三吉の長軍が摂津に進行し、その勢いを恐れた、細川高国が大江に落ち延びたことがあった。 次の将軍、足利義種は祖閣の生じていた高国を、この際見限り、住本の細川官僚か、慶長や家督を認めた。ところが、住本が病に伏せってしまう一方、高国が、大御守護、六角貞頼らの火星を得て盛り返し、形勢は逆転する。京都当時の戦いで、阿波勢は大敗を喫し、これ町は、囚われて切腹、住本は過労じて阿波に逃げ戻った。 住本には、かつて、阿波細川家から慶長屋の養子に入り、栄生の桜の家庭で家徳を継いだものの一年、足らずで、高国にその地位を追われた過去があったが、湿地回復はついにならず、七歳の息子総明丸、後の春元を残して三十二歳で病没した。こうなると高国から住本に倶えした、将軍吉種もその座に泊まりがたく、翌年京都を出奔する。 実施のない吉種は、養子を伴って、堺から、淡地国へ落ちていった。この養子が、前の将軍、足利義澄の維持で、後の堺久保を、足利義綱である。そして新将軍には、義澄のもう一人の維持義春が迎えられた。大英三年、1五百二十三年、吉種は、支援を求めて渡った淡で波乱の生涯を閉じた。義綱、元の両人は、 春元のいとこである阿波守護、ゅ細川持高の庇護のもとで成長したのである。大英7年3月、京楽の宣教有利により足利義綱と細川春元の二人を擁する、三好元長が堺に上陸した。元長は、当時院の敗戦で自害した、三好これ長の孫である。父の三好長秀はそれ以前の永生6年、1509年に打たれていたから、祖父の長の死後は、 若い元町が、三好一族の総領となっていた。慶長屋の文国である摂津、丹波から吉綱、晴れ元方に帰参した国衆が、相次いで、境を訪ねてきたが、その中で特に、茨城長鷹は、元町から企領を買われ、春元の筆頭奉業人に抜擢された。同年七月、吉綱は、十五位下左馬頭に任じられる。これは、 代々の将軍の助位人間の洗礼に沿うものであり、やがて上落の暁には将軍交代もあると踏んだか、京都の諸刑門、久下は義綱を、堺久保を、堺大樹と呼んだ。左馬頭人間以前から武行二法書の発給も始まっていた。かつて宮高地をする義種に付き従った、少数の幕府議長がいたことがそれを、可能したのである。 堺久保はすでに体制を固めつつあった。大英7年10月、三好元町が、高国側の摂津国衆痛み元、タスクを攻める間、大見守護、六角定より、越前守護、朝倉高陰の援軍を得た、将軍吉原と高国の軍が、手薄になった京都に進撃して、堺久保側の河内守護、畠山隆、し、吉信を破った。 これに対して、元町が摂津から、柳本賢治が丹波から反撃し、京都郊外でしばらく小競り合いが続いた。堺井久保側が次第に優勢にはなったものの戦線が、こ着すると、翌大英8年、1528年1月、六角定よりの仲介で、元町と高国の間には僕交渉が持たれた。これに反発した、旗の柳本が、 堺の細川春元の元に赴いて残訴し、春元が元町との面会を拒むという事態になった。ただ、この交渉は結局決裂し、将軍と高国は5月に京都を離れ再び大見へ退去した。元町はこれまでの功により山城国した五軍、京都周辺の守護大に任じられ、7月に京都で実施戦の徴収を強行したが、京都はもともと、 旗の柳本が抑えたものだったから、双方の確執をさらに深めることとなった。8月、朝廷は大英八年を協力元年に改めたが、この改元について、大江の将軍とは協議しながら、堺井久保には相談がなかった。朝廷が将軍側ほどには堺井久保側を信任していないことを示すものであり、吉綱の将軍人官も確実しできない。 これに不満な坂井久保側は、しばらくの間は、発給文書に、協力年号を使用しなかった。三好元町と柳本賢治の内向は、協力2年、1529年に入ると、激しさを増し、8月に、元町が阿波へ筆速するに至ると、反、元町派の三好正長が、四国税を率いることとなった。その間も高国は、再起に向けて、 執年を燃やし、伊賀の二騎士、伊勢国士の北畠氏、越前の朝倉氏など諸国をめぐって、援軍の交渉を繰り返していたが、備前守護大、浦上村宗を味方につけることに成功し、村宗の実力は守護赤松氏をのぐほど強制であったが、将軍支援を明文に、さらなる慎重を目論んだのである。対する堺久保側は、三好元町を失脚させてしまったことで、 戦力不十分となっており、柳本賢治は将軍側との和睦交渉に乗り出したものの、これは、吉綱、春元の避難を浴びたため啓発して謝罪する話になった。高国、浦上連合軍の侵攻を受けた、春馬国衆の要請もあり、賢治は、寄藤城まで兵を進めたが、協力三年、1530年6月に暗殺されてしまう。高国、 浦上軍は8月には、摂津へ、進出、11月に、甘笠城、大物城を攻め落とす。明けて協力4年、1531年2月に、伊丹城、3月6日に、池田城を落城させた。3月7日には京都も、堺久望側の河内守五代、久は長政が守備を放棄して逃亡したため、高国側に返し、将軍吉原も大見坂本まで出張した。 細川春元から矢の催促を受けた三好元町は、阿波を立ち二月二十一日には、堺に上陸していたが、南下してきた高国、浦上軍の先法を三月十日に撃退。二十五日には、阿波守護、細川持高の来園を終え、それから二ヶ月間の睨み合い、天皇寺の戦いが続いたが、六月二日に、浦上村宗の主君である張間守護、赤松正村が、 高国、浦上軍の小詰めに到着した。ところが、実は、坂井久保に人質を送って、内容を訳していた正村が同4日に、背後から襲いかかり、高国、浦上軍は会えなく改装した、大物崩れ。天ヶ崎まで退いた高国は、三好和秀に捕らえられて、切腹を命じられ、6月8日に自害して果てた。細川高国との戦いに、四国州を率いて、 先行著しく、三好元町は、復権を果たしたが、その分岐内勢力の警戒感も大きかった。摂津国衆は、春元の筆頭奉行人となっていた、茨城長隆を通じ、三好正長や木沢長政らに、元町の火を訴えた。木沢長政は、河内守護代だが、元町派の守護、畠山義隆と対立していた。そこで、山品本願寺保守。 少女の後継人連順を通じて、細川春元に接近し、元町の対抗勢力として、期待を担うこととなった。堺井久保側は、幕府の追い落としに進む間もなく、内交を始めるのである。協力五年、1532年1月、元町は、王子の三好和秀を京都に差し向け、柳本賢治の維持人次郎を攻め滅ぼした。これに怒った春元が、 元町を打とうとするが、細川持高が仲裁に入り、元町は、堺の県本寺において出家して謹慎、海運、海運と申した。しかし、元町を支援してきた、持高も3月には、春元と気絶して、阿波へ引き上げてしまい、春元と、元町の決裂はいよいよ必死の情勢になった。元町は、河内の畠山義高や大和黒人らと結び、 来るべき対決に備えた。一方の春元は、茨城長田からの進言により、敵対を続けてきた、将軍義春との和睦をくわだけていた。高国という対抗者が消えた以上、春元には、将軍、幕府に基準して、慶長や家徳に収まる道が開けたので、ある。堺久保義綱への配信である。元町はあくまで、義綱を衰退しようとし、 畠山義隆も元町に同調したが、淡勢の庇行を受ける身の上だった春元にとっては、機内を基盤とする幕府の権力者の地位は魅力的で、元町に対抗する力を手に入れられるのである。協力5年5月、畠山義隆は、元町が派遣した三好和秀の援軍と共に、飯森山城の木沢長政を包囲した飯森城の戦い。 追い詰められた木沢を救うだけの力は春元になく、対応に急したが、茨城長鷹の発案により、原因の一端に関わった山品本願寺に光、こう、一気の動員を要請することとした。これに応じて、摂津、河内、泉に放棄した一気衆の勢いは凄まじく、木沢の窮地を救ったばかりか、三好和秀を打ち、ついで、畠山義隆を自陣させ、さらに、 堺の建本寺まで進撃して6月20日に、元町をも害に追い込んだ、天文の桜乱。吉綱も元町の後を追って切腹しようとしたが、春元の家臣によって拘束された。こうして、細川高国の滅亡からわずか1年で、堺久保の活動は終止符が打たれた。吉綱は10月に、堺を出本し、養父と同じように、細川持高を頼って、阿波へ落ち延び、 その翌月には、将軍と春元の間には僕が成立した。阿波国平島に逃げ戻った吉綱はなお、岐阜湯と改めた。その後の岐阜湯及び、その後衛の阿波久保のことは、それらの項目に譲る。中世史家の今谷明は、戦国危機内政治史を終始論文のテーマとして、室町幕府と細川、三好氏など、他の大名家の交付した文章を分析し、 朝廷の改元を無視した、武行人連署法書があることに疑問を抱い。斎藤はじめ即、斎藤正規を中心に、幕府武行人層の出身者とおぼしい6名が、この9年号仕様の文書計17通の署名者、捧ぐ者となっており、収集を進めた結果、それらを含む50数通がこの集団によって出され、京都の古事者や、公家の休暇に残存していることが判明した。 不行人法書は大英7年、1527年,年、から享禄4年、1531年の4年間に集中して出されており、堺久保五下寺と呼ばれている目録のあるものをもとに、堺久望、吉綱の発給文書であると推測するに至った。そして、当時の室町幕府は、京都不在で機能を停止しており、堺久保の政権、堺幕府は、幕府としての機構を備え、 京都を中心に実質的な支配を行っていたと論じた。しかし、義綱は将軍宣言をついに受けることはなく、入京も果たさないまま短期間で没落したため、そのような地域権力を幕府と呼びうるのかという異論もある。例えば、将軍義春川の武行人報書がほぼ同数、発給されていた事実も明らかになっているなど、幕府、 公衆退治が機能を停止したとは言うには厳しい。また、義原は多くの守護や国人に軍勢を催促するおうち書きを送り、守護への返期授与や官位の承認申請も行っている。しかし現在のところ、それに対した義綱のおうち書きはわずかしか確認されていない。これらのことを踏まえると、境久望の政権は幕府、公衆退治にとって変わる可能性があったが、 それは可能性のままで終わり、中央政権になり、損ねた一地方政権であったということになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。